ニコライイバノビチブハーリン1938年3月15日は、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家。ソビエト連邦共産党有数の理論家として、ウラジーミル・レーニンに評価され、レーニンの死後、ヨシフ・スターリンと協力するが、右派として批判されて、失脚、粛清、銃殺された。死後、ミハイル・ゴルバチョフ。 1888年9月27日モスクワに生まれる。両親は教員で、父ヴァンガブリロビチはモスクワ大学で学んだ数学者だった。知的な雰囲気の家庭で育ったブハーリンは、少年時代は父親の影響で蝶や蝶類に熱中した。中学校在学中にマルクス主義の影響を受け、革命運動に関係し、1905年ロシア社会。 民主労働党に入党し、党の分裂の際は、ボリシェビキに参加する。1907年モスクワ大学法学部に入学する。1908年に、党モスクワ委員会のメンバーとなる。委員会の中でブハーリンは、次第に党格を表す。1909年当局によって2回逮捕されるものの、保釈された。1911年に逮捕、投獄され、大学を、 方向処分となる。ブハーリンはアルハンゲリスク県のおねがに3年間流刑となるが、脱走し、モスクワ経由でドイツに亡命した。ハノーファーを経て、1912年秋にウィーンに移る。ウィーン大学で経済学を学ぶ。1914年まで経済学と社会学を学び、新聞、雑誌に寄稿する中で亡命していたボリシェビキの中で、 理論家として一等値を表すようになる。1915年、帝国主義と世界経済、1916年、帝国主義国家の理論に寄せての両論文をそれぞれ発表し、レーニンの帝国主義論と国家間に影響を与えている。これと前後して、1914年、オーストリア当局によってスパイの権威をかけられ逮捕される。 その後、オーストリアを追われたブハーリンはスイスに亡命し、ローザンヌに住んだ。1915年に北欧、アメリカ・ニューヨークに移る。この時期は、レーニンと理論や革命戦術をめぐり対立していた一方で、新聞、ノービミールの編集に携わり、その過程で、レフトロツキーやアレクサンドラ・コロンタイと親しい関係を築く。1917年ロシア革命が起こると、 5月にアメリカから横浜を経由してロシアに帰国する。帰国後、ブハーリンは党モスクワ委員会とモスクワソビエトで活躍し、モスクワ市議会議員にも選出される。第6回党大会で中央委員に選出される。10月革命後、党機監視、プラウダの編集長となる。しかし、1918年ブレストリトフスク条約、調印をめぐり、ブハーリンは、 左翼共産主義者グループを率いて、対独講和を主張する例人に反対した。ブハーリンは、ドイツ革命を目論みて、ドイツを訪問。スパルタクス団に影響を与えるが、国外追放処分を受ける。ドイツ革命には失敗したものの、ブハーリンは、内戦中、理論家として、格々たる成果を上げる。クートベイで、共産主義に関する講義を主催し、 若手の研究者の養成に尽力すると同時に、1919年には、エフゲニー・プレオブラジェンスキーと共同で、共産主義の ABC、1920年、過渡期の経済学、1921年、私的優位物論を次々に着し、レーニンから激賞された。1919年、ロシア共産党、政治局員候補に選出される。 1921年戦時共産主義政策が緩和され、ネップが採択されるとブハーリンは、スターリンと共に一国社会主義論の立場を取り、農民との協力体制の下、前全身的な社会主義国家建設を主張していった。1924年ニ人の死後、政治局員に昇格する。また、コミンテルンでも養殖を占め、1926年、ジノビエフの後を襲い、 コミンテルン執行委員会議長に就任した。コミンテルン支部として創設された日本共産党に対しては、綱領案である22年定税やや27年定税の起草に関与している。モスクワの集会で、労働者代表と新聞記者に囲まれたブハーリン・ブハーリンは、スターリンと組んで党内主流派の一角を占めるが、それも長くは続かなかった。 トロツキーとの権力闘争自体ではトロツキーを厳しく批判したが、トロツキーの党からの除名には反対した。スターリンとは工業化と農業の集団化をめぐり対立するようになり、ブハーリンはアレクセイ・ルイコフ、ミハイルトムスキーと共に政治局内で反スターリン派を形成するものの、逆にスターリン派から右翼として批判されたブハーリンは、党、政治局員、 プラウダ編集長、コミンテルン議長を解任された。一度は失脚したもののブハーリンはファシズムの台頭を危惧し、自己批判してスターリン支持を表明した。1934年には、党中央委員候補、イズベスチア氏編集長として復帰し、1935年の新憲法起草にも参加する。しかし、1936年大粛清が開始されると、 イズベスチア編集長を解任され、党中央委員会に関門され、スターリンによって劣造された資料が提示され批判を受ける。1937年には、ブハーリンとルイコフは、党中央委員候補を解任され、党から除名される。同年2月にブハーリンは逮捕され、その前夜、夫人のアンナラーリナに、名誉回復の上申書、党の指導者の未来の世代へお記憶させた。 国中でも4つの著作を残している。1938年3月のモスクワ裁判で、ブハーリンは、自らの罪を認めれば、ブハーリン自身を死刑にしないことと、妻子を助けるという約束のもとに有罪を認める。しかし、約束は守られることなく、ブハーリンは、ドイツ、日本、ポーランドの手先として、1938年3月15日に、銃殺された。 49歳だった。死後直前には、スターリンへ当てた一文を残している。そこには、スターリンの政権掌握以降ほとんどの人が使うのを、避けていたかつての愛称を用いて購買を、なぜ私の死が必要なのか、と書かれており、1953年のスターリンの死後に、机の中から発見された。妻子は、ラーゲリで長期間過酷な生活を送るが生き延び、 スターリンの死後に釈放される。フルシチョフは、スターリン批判をしたが、ブハーリンの公式な名誉回復はしなかった。しかし、ブハーリンの遺言は、ペレストロイカの開始に伴い、出版され、ブハーリンの路線は、ネップ再評価とともに、再定義がなされることになる。そしてついに1988年に、カール・ラデックらとともに投石及び名誉が回復された。 1989年、アンナ・ラーリナミボージ人は回想録、夫、ブハーリンの思い出を出版した。ブハーリンは前日の、党の指導者の未来の世代への中で、自らの心境をこう述べた。私はこのよう去る。私が頭を垂れるのは、容赦ないものであるべきだが、純潔なものであるべき、プロレタリアの斧の前にではない。地獄の機械の前に、自分の無力さを感ずる。 それは明らかに中世の方法を使いながら怪力を振るい組織された中将をでっち上げ堂々と自信満々に振る舞っている。ジェルジンスキーはもういない。チェーカーの立派な伝統は過去のものとなった。その全ての行動を導き敵に対する残忍さを正当化しあらゆる反革命から国家を守ったのは革命の異例であった。それゆえに チェーカーの初期間は特別な信頼、特別な名誉、権威、尊敬を得たのだ。現在、いわゆる内務人民委員部の初期間の大部分、それは無思想の、腐敗した、十分に生活を保障された管理の組織に変質し、過去のチェーカーの権威を利用しつつ、スターリンの病的な詐欺心の言うなりになり、それ以上は言うことをはばかるが、勲章と名誉を追い求めて、 自分の醜悪な事業を作り出している。私は一度たりとも裏切り者になったことはないし、レーニンの生命を救うためなら、春巡することなく自分の生命を差し出したであろう。私はキーロフを愛し、スターリンに対して何一つくわ立てたことはない。党の指導者の新しい、若い、誠実な世代にお願いする。党中央委員会総会で私の手紙を読み上げ、 私を無罪と認め、復党させていただきたい。同志たちよ、諸君が共産主義へ向かう、勝利の行進において掲げる赤旗には、私の地の一滴も含まれていることを知っていただきたい。税、この手紙は1956年のソ連共産党第20回大会後にアンナ・ラーリナによって筆記され、1961年と、中央委員会に渡された。 ブハーリンは漫画を描くのが得意であり、レイニン、スターリン、ボロシーロフラ仲間のギガが多く残されている。スターリン協調ブハーリン著作戦、シージアジャス、エーメドベージェフアンドロイエーメドベージェフ、トラレイティドバイエレンダーレンドルフ、ザアンノオンスターリン、アイビータウリス、2006、ISBN1 から85043から 980X、9兆7818億5000 原子量は、ファイ1717144562から64。ありがとうございます。